そこまでです、ミブロの峰さん。お前は？申し送りました。私、英国で貿易商を営んでおります。トーマス・グラバーと申します。トーマス・グラバーだと。じゃあお前が武士と組んで薩長へ武器を流していた武器商人なのか。ほう、よくご存知で。武市先生にはひいきにしていただいております。いや、坂本龍馬先生でしたかな。さて、こうして皆様の前へ伺ったのは、武市先生のお仕事を円滑に進めるため、私も人肌脱ごうかと思いまして。つまりあなた方にここで死んでいただくということです。我が国自慢の最新兵器でね。いまだに鉄の棒を振り回してる野蛮なあなた方にはもったいないくらいですが。ふん。覚悟はいいですか。やれ！Shoot!
バカな。こんなもんか。まだまだ食い足りんで。トーマス・グラマーちゃん。調子に乗り寄って。これならどうだ。これはまさか生身の人間二人にここまでの兵力を投入することになるとはな。だがこれでおしまいだ。ちええやないか。受けて立つで。起きた。はじめちゃん、しゃあないから竹千はあんたに譲ったるわ。その代わり、このおもろそうなおもちゃはわしがいただくで。一人で戦おうというのか。この兵器、この人数を相手に。早よ行けや。あんたにはつけなあかんけじめがある。せやろ。兄さん、それやっぱ恥ずかしいわ。行け、はじめちゃん。頼んだ。さあ来いや。今宵の菊一文字はよう切れるで。